はい、どうもこんにちは、いつきです。今回はですね、無印良品さんで私が実際に購入した商品をですね、ご紹介していきたいというふうに思ってます。今回お話しする商品については本当に前に使っているものなので、結構ですね、魅力もしっかり伝えれるんじゃないかなというふうに思います。この動画を最後までご覧いただければ、この商品の魅力だったりだとか使い心地っていうのがよくわかるようになっていると思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらなというふうに思います。ではよろしくお願いします。はい、では早速解説をしていきたいというふうに思います。今回ですね、私がご紹介するのはこちらの商品です。無印良品さんのポリエステルツルセルケース着脱ポーチ付きです。これめちゃくちゃ便利なんです。本当にこの商品を買ってから、私はよくお出かけするときとかにこちらにある MacBook だとかいろんな充電だとかそういうものを持って歩いてたんですけども、カバンの中結構散らかってたのをこちらのポーチに全部まとめることができてですね、すごくですね便利になったっていうところなので、結構ですねおすすめかなというふうに感じてます。この商品ですね、サイズは 12×18×4.5cm みたいな形で、価格はですね1590円になっています。で、私が購入したこちらの色はネイビーなんですけれども、色としてはブラックとグレーとネイビーの3色展開になっております。はい、次はですね、デザインについてお話をしていきたいんですけれども、私ですね、もともとネイビーが好きだったので、この色を見た時にですね、これしかないというふうに思いました。またですね、こちらなんですけど、収納が3つあるんですね。そちらをちょっとお見せしたいというふうに思います。はい、はい、こんな感じですね。収納が3つあります。1つ目、2つ目、3つ目、はい、こんな感じになってます。で、私はですね、この収納が3つあるので、それぞれの場所に役割を持たせています。まず一つ目、こちらの方にはですね、ケーブル類を入れています。はい、こういう感じでですね、M1 Mac とかでも使える USB のポートだったりとか、はい、こういう感じで、それと連結できるケーブルですね。こういうものを買ったりしております。で、ここに入れておくことで、私ですね、様々な、こちら、今撮ってるカメラ、ミラーレス一眼の方も、ケーブルで充電ができたりだとか、こちらのM1 Mac の方と連携できることができるので、いつも持ち歩くようにしています。はい、次は真ん中ですね、こちらなんですけれども、こちらにはですね、充電器類を入れてます。例えばですね、こちらですね、こちらですね、 iPhone の充電器になってます。で、こちら今ですね、こちらのケーブル収納の方も無印良品さんで購入しました。やっぱりですね、こういうポーチの中に入れるときにもこういう感じでですね、きちんとまとめることができるので、すごく重宝をしています。はい、またこちらの方もですね、無印良品さんで購入した、携帯のバッテリーになっています。で、これもですね、こちらの方に差し込んで、充電ができたりだとか、また iPhone とつないで足りなくなったバッテリーっていうのを、カバーするみたいな形で使っています。特にですね、こちらの充電器類っていうのは特に、重宝してるかなと思います。やっぱり外出時とかですね、電源とかバッテリーってかなり、消費していくかなと思いますので、そういう時にもいつでも充電できるっていうような安心感があるっていうのは非常に大事かなというふうに思ってます。はい、最後ですね、3つ目の収納のところはこういう形で、こちらにはイヤホン類を入れてます。イヤホン2種類ですね、あります。はい、こちらはですね、 iPhone のイヤホンになってます。これはですね、結構使い勝手がいいかなと思ってますので、いつも入れるようにしています。またですね、もう一つがこちらですね、グリディックのワイヤレスイヤホンになってます。私がですね、 iPhone の7を購入した時に一緒に買ったものなんですけど、非常にですね、使い勝手が良くって、音質も非常にいいので、ずーっと使ってるって感じです。もう数年使ってますね。なので、これもですね、こちらの方で先ほどの USB のケーブルで、充電することができるので、これもいつも持ち歩くようにしております。はい、こんな感じでですね、今3つの収納を紹介したんですけども、それぞれに役割を与えておく、ケーブルと充電器類とイヤホンみたいな感じで役割を分けておくと直感的に探しやすいかなというふうに感じてます。またですね、これもう一つ便利なポイントがありまして、こちらですね、こちらの真ん中の方が取れるようになってます。はい、こういう形でパチッと止まってるので、これだけでも持ち歩けるので、もうこの部分がいらないよっていうふうになってる日はもうこれだけ持ち歩いてもいいかなというふうに感じてます。はい、もう一つですね、こちらの便利なポイントが、吊るせるっていう風についてるんですよね。で、吊るせるのはこちらなんですけども、これが吊るせるポイントになってて、こういう感じでピンが止まってるところに置いておくと、
こういう感じで吊るすことができるようになってます。まあ、例えば化粧品とかを入れられたりする方はそういうのを洗面所のところとか置いておくのもいいかなと思いますし、私の場合は在宅勤務とか家にいる時には自分の部屋で作業しているので、そういうところでいつでもその机のところから開いて取り出せるようにみたいな形で、こういう形で吊るしておくと非常にですね効率もいいかなというふうに思ってますので、こういう形でいつでも必要なものを取り出して、はい、でまた使い終わったら直してみたいな形でやるのは非常にですねいいんじゃないかなというふうに感じております。はい、そしてですね吊るせるポイントについてはこちらでも吊るせますので、はい、こういう感じでそのまま閉じた状態で置いておくっていうのもいいかなというふうに思います。はい、またですね使い心地なんですけれども、本当に先ほどお見せしたような形でそれぞれの3つの収納のところに役割をそれぞれ出すと、またですね使い終わった後はこちらで吊るしておくみたいなことができるっていうのは非常にいいかなというふうに感じてます。はい、そしてですねお出かけの時は私こちらのですねペッレモリビダのカバンを使ってるんですけども、こちらはまあネイビーですね。はい、ネイビーが好きというのはまあこれでもわかるかなというふうに思うんですが、こういう感じで収納しておいて必要な時に取り出すみたいな形で使ってます。でカバンの中には私こちらの MacBook の方も入れているので、それと合わせて、その外のカフェとかで作業する時はですね一緒に出してですね使うようにしております。はい、以前の動画でもお伝えしたんですが、やっぱりですね何かこういったような小物だったりとか自分の好きな文房具とか、やっぱりですね自分が好きなものに囲まれる生活っていうのはその生活のですねクオリティっていうのを非常に上げるなっていうふうに感じてます。で私の場合は今着てるのももちろんネイビーなんですけれども、自分の色を統一するようにしてます。テーマカラーみたいなのを決めていて、例えばスティーブ・ジョブズがいつもタートルネックとジーンズを履いていたりだとか、マーク・ザッカーバーグがいつも毎日着るものをもう決めていてパーカーをいつも着ていたりだとか、そういう形で自分ができるだけ考える余地っていうのを減らしていって、判断する余地を減らしていって、その中でなおかつ自分のテーマカラーに沿って統一感のある身なりっていうのを意識してます。でそういう風にすることで、あの人ってあの色が好きだよねっていう風にすぐですね分かってもらえたりだとかするのもいいかなという風に思ってますし、例えば自分が何か贈り物をもらうときとかも、あの人この色をいつも着てるからそれと合うような服を例えば買おうだとか小物を用意しようだとか、そういう風になると非常にですねいいかなという風に感じてます。で実際に知人からですね、例えば誕生日の贈り物をいただいたりするときもそういう感じでもう好きな色が分かってるからやっぱり選びやすいっていうところもちょっとあるかなという風に感じてます。はい、今回ですねこちらの無印良品さんの吊るせるポーチについて、商品の仕様だったり価格だったり魅力っていうのをですねできるだけ分かりやすく伝えるようにしてみました。少しでもですねこの商品のですね参考になればなというふうに思ってます。またですねこの動画がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできたらなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。